五輪の豊かさを実現する言葉。97。自分自身に感謝する。危機物語。私は自分自身に感謝します。私は自分の素晴らしい人生にありがとうと言います。自分にありがとうと言うたびに、自分が欲しいものを想像する能力に自信を与えます。まず、自分にやってくるあらゆる小さな物事に対して宇宙に感謝し、そして自分がどれほど遠くまでやってきたかを認め、自分がすでに想像したすべてのことに感謝してください。そうすれば、自分の恐怖と疑いを克服できるでしょう。自分が当たり前に思っているすべての物事、すなわち自分が住んでいる場所、自分を愛してくれる友人たち、自分の食卓に乗る食べ物にありがとうと言ってください。自分が今持っているものに対して宇宙に感謝してください。あなたが自分の望む何かを経験するたびに、自分の体、感情、心にその満足を感じることです。それから内面に向かい、自分がそのエネルギーを拡大していることを想像してください。そしてこれらのエネルギーが野戦のエネルギーのように成長し、自分のハートから始まり、自分の体の大きさ、またはそれ以上になっていくのを想像してください。こうすると、あなた自身はさらに多くの良い物事を引きつけるようになります。それでは、これからアファメーションを行います。体を楽にし、ゆっくりと深呼吸しましょう。静かで穏やかに落ち着いて、いい気分になっています。吸う息に乗せて、この言葉を自分のハイヤーセルフのところへ持っていくと想像し、吐く息に乗せて、この言葉が現実化する外の世界へ解放していると想像してください。では、これから68秒間、この言葉に集中しましょう。私は自分自身に感謝します。私は自分の素晴らしい人生にありがとうと言います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 。